オリバー・キルヒは、ドイツ・ゾースト出身のサッカー選手。ブンデスリーガー SC ・パーダーボルンで A7 所属。ポジションはミッドフィールダーを務め、主に守備的ミッドフィールダーや、右ウィングバックを務めることができるが、右サイドバックとしてプレーすることもできる。キルヒは5歳の時にサッカーを始め、1992年に、スース・レーグレンの下部組織に入団。その後、スス・シュタットロンや、 SPVGG フレーデンの下部組織へ移籍し、19歳の時に SC フェールで1シーズンを過ごした。2003年にボルシア・メンヒエングラートバッハとプロ契約を締結し2003から04シーズンには8試合に出場したが、4年間では通算22試合の出場に止まった。2007年にメンヒエングラートバッハを去り、 アルミニア・ビーレフェルトへ移籍すると2007から08シーズンのリーグデビュー戦でブンデスリーガ初得点を決めた2010年に 1FC カイザースラウテルンと3年契約を締結2012年4月21日に行われたブンデスリーガ第32節ヘルタ・ベルリン戦において移籍後の初得点を決めにから1の勝利に貢献した2012年6月 ボルシアドルトムントとの間で2014年6月までの2年契約を締結した。移籍金は推定40万ユーロ。2012年12月に行われた UEFA チャンピオンズリーグ2012から13グループリーグのマンチェスターシティ FC 戦で国際大会デビューを果たし、2014年4月に行われたバイエルレバー空前戦で移籍後初得点を決めた。 同年5月20日、トルトムントとの契約を2016年6月30日まで2年間延長した。2015年に、ブンデスリーが2部の SC パーダーボルンレイナナへ移籍したが、2016年7月6日に、サッカー選手を引退した。ありがとうございます。